はい、ちくわでーす。今回はザ・マシーンズ・アリーナというゲームをご紹介します。こちらのゲームはアンリアルエンジンを搭載した超美麗グラフィックで、トップダウン視点での PVE や PVP などスピード感のある激しいバトルを楽しめるシューティングゲームとなっておりまして、タンクやサポート、アサルトといった特殊なスキルや武器を持つ複数のね、ヒーローというキャラクターを操りバトルをすることでデジタルグッズの獲得を目指すというゲームになっております。で、ね、このデジタルグッズというのがおそらく NFT になるのかな。なので、これを売買して稼ぐという形になりそうで、で、ね、今のところはゲーム内トークンの使用などは考えられていないようです。で、こちらのゲームにはいろいろなゲームモードがありまして、カートを敵チームのベースに押し込むために戦うプッシュバックや、爆弾を爆発させる側と爆発させない側で分かれて戦う爆発モード、またね、5分の間に合計35キルした方が勝利となる小競り合いモード、また一つの間違った動きが敗北につながるハイリスクハイリターンのシングルモードであるデスランなど、いろいろとね、面白そうなゲームモードがあります。で、こちらのゲームは現在クローズドベータテストが行われておりまして、近日中にエピックゲームズにてグローバルリリースを予定しているゲームとなっておりますので、注目されているゲームの一つとなっております。はい、こちらがね、ザ・マシーンズ・アリーナの公式ホームページになってまして、こちらからね、クローズドベータ版にサインアップできるんですけども、これね、クローズドベータにサインアップしてゲームをプレイしますと、こちらに、ね、報酬というものが書かれていまして、なんかね、レベルが25、50、75、100と、ね、こちらに到達をすると報酬がもらえるようで、で、このね、報酬が、こちらに書かれているんですけども、ロックを解除した専用スキンが届きますよと。で、このね、スキンはクローズドベータ後のデジタルコレクタブルとしてカウントされますと書かれてまして、まあ、なのでね、特殊なスキンのね、NFT がもらえるという感じみたいですので、まあ、もしね、気になった方はプレイしてみてください。で、まあ、あとはですね、先ほどご紹介しましたヒーローというね、キャラクターはまあ、こんな感じになってまして、デボールとかね、リオット、オジマンディアス、ブラボーズール、テスラ、すぐにいろんなキャラクターがいまして、こういうキャラクターを駆使して、バトルをするという感じみたいですね。はい、ということでね、ちょっとホワイトペーパーが見つけられなかったので、情報はこれぐらいになってしまうんですけれども、アンリアルエンジンを搭載した超美麗グラフィックでのトップダウン視点のシューティングゲームということで、非常にね、面白そうなゲームに仕上がっていますし、エピックゲームズからのゲームということで、プレイヤーもね、増えそうなゲームになっていますので、ぜひね、リリース前の今からチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。